クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、バグリーのキングワンになります。はい、これね、キングワンっていう名が分かる通りね、これ2も3もあります。これはまあボディの形状っていうかリップの長さを変えてね、到達する深さを変えてるわけですけど、これはですね、日本で有名な釣り具屋の親父ですよね、のこと王様ジム、いろんな呼び方ありますけども、あのシマノのなんていうのかな、あれは、インストラクターって言うんですか、本人はねプロの釣り人じゃないって言ってありますんで、そういう言い方しますけど、の村田はじめ氏がね、バグリーに作らせたね、クランクになります。で、比較的これ古いルアーなんですね。だいたい90年代の半ば頃を作りまして、でこれ実はですね、バスバブル時代が始まった頃にはもうねほとんど消えてたんですね。でこれバスバブル時代のルアーの特徴として、新進のメーカーとか新しく出てきたプロっていうのが、作った監修したルアーっていうのがバカみたいに売れたんですね。でその時にはね、村田さんはねもうちょっと先に出てたんでね、そういうカテゴリーでは見られなかったんですね。ですんでね、必然的に、ルアーの方もそういう注目をされなくて、あえなく消えていった、フェードアウトしていったんでしょうけど、これ非常にいいルアーなんですよね。で一番の特徴はですね、ちょっとすいませんね、手出ますよ、この部分ですね、こう見えますでしょうか、はい、お腹の部分に、村田はじめって書いてあるんですよ。戻しますね。で、これが、まあ、シグネチャーモデルみたいな感じなんですけど、外国人にも分かりやすいようには書いたんでしょうね、向こうでも売る気があったんで。ですけど日本人じゃちょっとね、ネタ扱いみたいな紹介のされ方よくされてるんですよね。ちょっともったいないなと思いますけど、これ非常にね使いやすいフラットサイドクランクなんですよ。で通常のフラットサイドクランクみたいにパタパタ動くんですけどね、ボディにね多少の丸みがついてるせいなのか、少しねパタパタとヌメヌメが混じったようなね独特な動きをするんですよ。で、そうですね、もう98年って言ったら今が2023年ですから、90年代半ばって言ったらもう30年ぐらい前の話になりますよね。その時代のルアーですけど、未だ今もってねこういうちょっと独特な動きをするルアーはないですよね。で、まあ、村田さんがちゃんと設計して作ったルアーっていうのはこのバンダイのね、私のところでたびたび紹介しているグランダムサシリーズも含めてですけど、基本的な動きがしっかりできるようにはなってるんですよね。ですんで気をてらった派手さはないですけど、実践向きのルアーっていうのが多いっていうのが私の印象です。ですんでね、このルアーもね見かけたらぜひ買ってみてください。で、ここでちょっと個人的なあれなんですけど、私キングワンと、これ持ってはないんですけど、キング3は見たことあるんですよ。でもキング2っていうのは文献の中でしか見たことない幻のルアーなんです、私にとっては。でもしねキング2を所持されてる方は、コメント欄にいただけないでしょうか。そしてね、良ければですけど写真を送っていただけると幸いです。一度ちょっと見てみたいもんでねあ、すいませんね、これは個人的な私のお願いなんで、できればよろしくお願いします。では今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。